皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回は、ツルゲーネフの初恋という作品をご紹介したいと思います。この作品は、一言で言ってしまうと、恋をした女性が自分の父親の不倫相手だと知った少年の苦悩を描いた作品です。この作品は、ツルゲーネフが40代の時に16歳の頃の初恋を語る回想録形式の小説になっています。ツルゲーネフ自身が最も愛した作品としても有名な、一作です。あらすじなんですけども、ウラジミールは16歳の夏、初めての恋をする。相手は多くの男を手玉に取る没落公爵の娘ジナイーだ。純情なウラジミールが思いを募らせる一方、ジナイーダはその気持ちをもてあそぶだけ。やがてウラジミールはジナイーダが恋する相手は自分の父親だということを知って絶望する。数年後、ジナイーダが結婚して近くにいることを知ったウラジミールは彼女を訪れるが、ジナイーダはすでに亡き人となっていた。フランスの有名なオペラ歌手、ポレイヌ・ピア・ルドー夫人との不倫を40年ほど続けた著者が42歳の時に、執筆した、反自伝的小説。1970年のドミニク・サンダ主演のドイツ映画初恋や、1975年の井上純一主演の日本映画初恋の原作となった作品です。ツルゲーネフの小説は、ドストエフスキーとはまた対照的に、より個人的な患者の機微みたいなものを描いた作品が多いので、おすすめできるかなと思っています。もし感想などありましたら、コメントに残していただければ幸いです。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。